永井敏子は、日本の女性アナウンサー、ボイストレーナー、ナレーター。神奈川県平塚市出身、ショップチャンネルキャスト。成城大学文芸学部時代に、地元のケーブルテレビ、湘南チャンネルリポーターを経験。2005年4月、テレビ U 福島契約アナウンサー。夕方のローカルニュース番組、イブニングシックス等の報道番組を担当。 2006年12月、テレビ U 福島との契約を解除、出演は大晦日夕方の JNN イブニングニュース内のローカルニュースが最後となった。声を生かした仕事に就こうと、2007年4月、茨城放送契約アナウンサー。足川愛子に代わる若手のホープとして期待される。足川に雰囲気や喋り方が似ていることから、茨城放送では足川愛子にせ ポスト足川愛子などの異名をつけられた。ナレーションを極めようと、ボイストレーナーの宮崎綾子に指示。2009年3月、茨城放送との契約を終了後はフリーとなる。ボイストレーナーとなり、本好きに育てる、魔法の読み聞かせ、長い式メソッドを、指導、声優学校などで指導にあたる。2015年2月、ショップチャンネルに、キャストとして入社。 長井都子アナウンサー。テレビ夕福島。テレビ夕福島。2007年9月27日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年2月4日閲覧。渋谷メッセージフェスティバルゲスト一覧。長井都子2015年2月1日のポスト。Facebook ハット、おすすめ。番組チェック平塚愛。広報平塚第750号。平塚市。 2003年9月1日、2ページ、2015年2月4日、閲覧。富岡あさみ、第18回ボイストレーナー永井敏子さん。行きハグブログ。行きハグブログ。2015年2月4日閲覧。AB、横浜店、絵本読み聞かせ会開催。ナレーター永井敏子さんを迎えて。本の、今がわかる木の国屋書店。2015年2月4日閲覧。 読み聞かせを通して深まる親子の絆。子供も大人も楽しめる長い式読み聞かせメソッド。ホモをハマウー、横浜を小連れに優しい街にするウェブマガジン。2015年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年2月4日閲覧。ありがとうございます。